みんなでもっと力を合わせれば学習発表会の劇はいいものになるんだってば。いいじゃんそんなの適当で。そうだそうだ、適当でいいわけないじゃないの。だったら素直だけで劇すればいいだろう。お前だけでやれよ。さっか来た。俺はこの絵の意見に賛成だ。たかが劇って言うけど、みんなで頑張っていいものにした方が絶対いいって。チェ、レオがそう言うなら仕方ないか。じゃあね、やってやるか。みんなやろう。津島頑張ろうぜな、大根。大根どうした大根。はっきりしなさい大根。大根だ大根。大根大根。うわあ、私は私は大根なんかじゃない。夢か。ゼオキス。もう少し早く起きればゆっくりできるのに。小学生と違ってこっちはいろいろと忙しいのよ。いろいろね。それって好きな人ができたとか。できるわけないでしょ、転校早々好きな人なんて。なんだ、じゃあ演劇のこと？そうよ、いい考えを思いついたの。いい考え？ないしょ。演劇部はダメって言われたけど、演劇部じゃなければいいんだわ。もう。ごめん、大丈夫？スシも、こんなところで何立ち止まってんの？ごめん。なんだよ、おめえだって前見てなかったんだろうか。私はちゃんと前見てたわよ。前見てたらレオとぶつかるはずねえだろ。少しは頭使って喋れ。ママ、カニ、落ち着けて。このヘタレ、おめえが怒られてから言ってやってんじゃないか。そうなんだけど。それとも何か、この幼馴染でツインテールというベタキャラなら何言われてもいいってことかよ。誰がベタキャラよ。いやまた会ったね。もしかして俺たち運命の糸で結ばれているかも。うるさい。だから言わんこっちゃない。ナンパするなら強気な女性に睨まれると動けなくなる癖を直してからにしろよ。ドブリ完食。バレシティ。いや、それ食べ物の名前だから。ん？あら、誰かと思ったらツインテールじゃない。演劇部がダメになって学校辞めたかと思ったわ。そんなことくらいで私が辞めるわけないでしょ。うん、まあいいけど。ドブリくん、なんなのよあの女。おめえアホだな。姫はうちの生徒会長でな。それくらい知ってるわよ。だったら聞くんじゃねえよ。そんなこと聞いてるわよ。やだやだ女。何よ。そこどうした。そろそろ入らないと遅刻になるぞ。
ああ、乙女さん。あの、ずっと気になってたんですけど。なんだ？これって、日本刀ですよね。ああ、これか。これは風紀委員長の証、地獄町長だ。館長の帯刀許可は得ている。風紀委員長の証、帯刀許可。変な学校。さっさと教室へ入れ、遅刻するぞ。あ、はい。強キス。で、津島くんはあのツインテールと言い名付けなんだよね。違う違う、ただの幼馴染だよ。幼馴染って俺は知らないぞ。俺がこっちに引っ越してくる前だよ。だから10年くらい前になるかな。くそー、幼馴染と久しぶりの再会なんて。高度なフラグ立てやがって。フラグ？フカヒレの言うことだ。どうせゲームかなんかのことだろう。でもあのツインテール、もう少し胸が大きかったらよかったのに。確かにね。バスト79じゃカニの78とほとんど変わらないしね。めえ、乙女の胸のサイズを大声で言いやがって。なんだよ、嘘はついてない。いい加減黙らねえとぶっ潰してかまぼこにしてやるぞ、フカヒレ。ああ、何度でも言ってやる。レオの幼馴染はバスト79じゃカニの78と変わんねえ。あんまり気にしちゃダメよ、素直。大丈夫、あんな奴らの言うことなんか気にしてないか。そうだ、2の C の言うことに振り回されたらダメだ。へえ、田村くん。え、村田だ。あ、そうだった、ごめんね村田くん。で、こっちでカメラを持ってるのがのりこちゃんね。くくぅ、僕の名前は覚えにくいのか。難儀だな。ヘイボーイ、それはお前が覚える価値のない存在だからだよ。そうむね、サゴイス候補に逃げるのよ。ちょっと手伝ってくれない？来い。手伝うって何をだ？演劇部じゃなくて演劇同好会を作るのよ、つゆきさん。おい、そこの2年生。私ですか？あ、日本刀の人。3の A、風紀委員長の黒金だ。館長から張り紙の許可は得たのか？ポスター貼るのには館長の許可がいるんですか？当然だ、許可がなければ今頃この辺りは張り紙だらけだ。そりゃそうですね。わかりました、館長に許可もらってきます。こら、廊下は走るな。はい。それからまずこの張り紙をすべて剥がしてからにしろ。だからこれから許可もらってくるんで。許可をもらっていれば問題はない。だがお前はまだ許可をもらっていない。それはそうですね。ならばまず今まで貼ったものをすべて剥がしてから館長の許可をもらってこい。それがルールというやつだ。わかりました。わかってくれたか。ではな。強気す。なんとなんと、張り紙を許可してほしいだと？はい、演劇同好会を設立したいのでメンバー募集のポスターを貼りたいんです。部がダメならば同好会というわけか。お前が目指す道は険しいぞ。それでもやると申すか？はい、私は演劇を諦めきれません。よう言った！だがその息ならばわしの許可なんぞ気にせず行動していいようなものだが。黒金先輩に館長から許可を取ってからにしろって言われて。黒金か、ゆずの聞かないところもあるが、あれの言うことはいちいちもっともだ。そう腹を立てるな。はい。張り紙の件は許可しよう。困難に立ち向かい励みよ少女。はい、ありがとうございます。強キス。まだ諦めないみたいだな。そうだな。あ、よきつ、
今日もダメだったね。なんでだろう。全員が全員演劇に興味がないはずないのにな。そういえば1年の子が演劇って難しそうって言ってたよ。そんな最初から上手いわけないじゃない。それに生徒会執行部に睨まれそうだって。生徒会はこの際置いといて、なんとかしなくちゃ。エキシビジョンをやるってことで、明日の放課後応援よろしく。明日の放課後やね、静か。ちょっと素直、明日は。強キス。明日の放課後に演劇のエキシビジョンね。バカなやつだな、明日の放課後だなんて。なあカニ、この絵に日を変えた方がいいって言ってやってくれないか。はあ、なんで僕が言わなきゃなんないのさ。俺が行くと喧嘩になりそうで。でもこの絵さ、演劇部の一件以来生徒会のこと嫌ってるだろうし、私たちが言っても無駄かも。佐藤さんもダメか。そうだヤシ、お前なら顔覚えられてないし頼むよ。お断りします。この冷血女に頼むこと自体が無駄だぜ。黙れ甲殻類。あ、なんだよ、やるってのか単子用植物。泣け、泣かないわ。ほら、この髪が。いじめはありません。さあさあ、対馬くんも人のことを気にかけてる暇があったら自分の仕事を片付けて。あ、ああ。ほらカニ、サボらずやれ。なんだと、誰がサボってるだ。そもそもおめえが。わったわったからやる。ほら、ペンギ飛ばしな、ボケ。べて最高はピンピンピンナッツ。お肌つやつや、力もりもりピンピンピンナッツ。でもたくさん食べても胸は大きくならないから気をつけてね。ツインテール専用業務用ジャンボピーナッツバター発売決定。どう？生徒会に入って私と一緒に学園イベントを仕切ってみない？ヨッピーの入れる OCT も飲み放題よ。今なら連続3個してあげる。ワンコを連れてくると猫ちゃんだと、そしてバストが85以上の女の子ならスタンプがいっぱいになったらどんなお願いも叶えてあげる。結局徹夜作業になっちゃった。でもセットがない分音響に凝らなくちゃ。おお、今日は随分と早いな。おはようございます、黒金先輩。あ、これちゃんと許可をもらいました。聞いている、安心しろ。あ、はい、館長の言ってた通りの人だ。今日の放課後か、早く放課後になんねえかな。流明制服祭、しかも今日の放課後。何なんですかこれ。看板だが。そういうことじゃなくて、流明制服祭か。来年からの制服を生徒に投票で決めてもらう、いわばファッションショーだ。エリカめ、わざとぶつけてきたな。何を怒っているか知らんが、半年前から京都決まっていたぞ。え、じゃあ私への嫌がらせじゃないの。もしも姫の嫌がらせというのであれば、どちらかといえば生徒会執行部に対してだな。ひどい目にあった。え、まあそれはいい。でどうするつもりだ、今日の演劇エキシビジョンは。なんでそれを。館長に使用許可を取っただろ。そうでした。私は参加しない。流明制服祭は自由参加だ。全校生徒が参加するわけではないぞ。姫のおもちゃにされるだけだからな。そこ、何をやっている。
自由参加。クラスと名前は一の B の田中です。強キス。今日の放課後、校門前で演劇同好会エキシビションを行います。興味のある方はふるってご観覧ください。インテール、僕たちと勝負する気だぜ。あら、津島くん、どこ行くつもりかな。今日のために生徒会みんなで準備してきたんだよ。頑張ろうね。おい浅田、この絵に制服祭のこと教えなかったのか。言ったよ。でも素直それでも言えるって聞かないのよ。西崎も勝ち目はないって言ってるぞ。どうしよう。ただいま。素直、この絵。どうしたのみんな。どうしたのってお前な。ねえ、本当に今日やるの？日にちずらした方がいいよ。またそれ？やると言ったらやるわよ。一度決めたことを途中で投げ出すと、私が私じゃない気がするし。強キス。さあ、今年もやってまいりました、有名制服祭。司会進行は私、シャロットとサメスラ真一だ。あぶわ。ミス松風の小山祈りでお送りします。それじゃトップバッターさん、カンポン。やはりトップはキリアエリカだ。最初の権利にして絶大なカリスマを持つ現代のマリー・アントワネット。アヒレさん、マリーアントワネットでは国が滅んでしまいますわ。バスト84、ブレスト57、ヒップ86。申し訳程度の故障。こんな制服が存在するなら日本の未来は明るいぞ。さて次は陸上部のエースにしてアイドル並みのルックスを持った伊達スバルの登場だ。伊達さんは女の子から圧倒的支持がありますね。つばくそ、一生で一度でいい。俺もこいつぐらいモテてみたい。生まれ変わっても無理ですよ。無理って言うな。なぜ私がこんな格好を。お前はマシな方だぞ。俺なんかこれだぜ。ですね。来年の制服を決めるっていうのは建前で、完全にエリーの趣味でやってるイベントだからね。さて、お次に出てくるのは？私だ。出ました、佐藤よしみことヨッピー。バスト88、ウエスト59、ヒップ88。口癖はヨッピーって言わないでよ。次は僕だ。トイレタイムにはちょうどいいな。何言ってんだ、みんな僕を見に来てんだぞ。素直なやつ、頑張ってるかな。そうよ、誰も私の踊りは止められない。それでも私を止めたかったら、私を愛して。ブラボー、イエー、ブラボー、ブラボー、ブラボー。ねえ素直、せめて観客が来てからやればいいんじゃない。聞こえてるぞ、オンは観客じゃないとでも言いたいのか。一人でも観客がいる限り私は続けるよ。あれ、一人じゃなくて一匹、一羽。あれ、エキストラって何なの？うん、じゃあ本物？おい、そこの女。え、メットなの？大人の事情ってやつだ。気にするな、ジャンナ。この学校に黒金乙女って女がいるよな。さっさとここに連れてこいや。松笠連合がお礼参りに来たってな。ほら、早く連れてこいや。ちょっと何するのよ。なんで？大事なカーテンなんだから、ちゃんと直して返してよ。俺様にこのボロを直せだと？あんたたちみたいに大勢で群れないと何にもできないやつなんか怖くないわよ。ちょっとじゃねえか、黒金乙女をやる前にまずはてめえからだ。
あげるとは。貴様、動かねえ。てめえ、やっちまえ。どうやらもう一度粛清してやる必要があるようだな。よう黒金、艦長からの伝言だ。見せしめに火の手が上がるくらい派手にやれ。黒金乙女、抜刀許可。了解、制裁許可。メット、覚えてやがれ。アサン、あっと、万物ことごとく切り刻め、地獄調査。完了。屋上からだ。あんなところから。もっと近くで見てくださいよ。お前は生徒会を嫌っているようだからな。私なりに気を使ってみた。そんな、ま、確かに生徒会は嫌いです。でも黒金先輩は別です。黒金先輩みたいにはっきりした人、私大好きです。そうか、私も頑張っている人は好きだ。我が輩も好きだ。本当ですか、黒金先輩。それならぜひ近くで見てください。ああ、やったー、黒金先輩、早く早く。おいおいおらー、我が輩を無視するだ。なんで俺だけ色物ばっかなんだ。すごく可愛いですよ。え、そう？バーカ、嘘に決まってんだろ。なんだよ。ま、金は何を着ても金だけどな。今なんか言ったか、ここらって。さあ、来週は体育武道祭よ、みんな。